ちは名機のアイドル、ディライトフルエンチャンティングラブリーエンジェルズ、略してデラーです。今日は私たちはこの映画の宣伝隊、宣伝切り込み隊をやらせていただいているんですけど、今日はこのブラッド・シー・ザ・ラストダークが公開日ということで、私たちデラがミッドランドスクエアシネオに遊びに来ちゃいました。イエーイ。そして私はデラのキャプテン、そして切り込み隊の隊長をやらせていただいています、犬塚しのと申します。よろしくお願いします。皆さん映画どうでしたか？すごい迫力でしたよね。はい、はい、もう私はもう何といってもアクションシーンがこの映画の一番の見どころかなって思うんですけど、どうだった？まずね、まずそのアクションシーンもすごかったけど、マイク入ってない。まずアクションシーンもすごかったんですけど、なんて言えばいいのか。しーちゃんみたいな蹴りも多かったし、そうそうかな。なんか刀使ってる時も、これしーちゃんだったらもっといけるんじゃないって思って。いやいやいや、もう私はもうほんとさやは私の憧れなので、私もはい、もう大この映画見てさやの大ファンになって、私もさやみたいになりたいなって。じゃあ日本拳法2段と空手2段使って、次は刀挑戦してみよう。そうだね、次はじゃあ刀今度習いに行ってきます。うん、頑張ってね。リカちゃんはどうだった？やっぱりフミトさんが切なかったかな、最後。最後がね、もうメンバーみんなこの辺でみんな泣いてたもんね。切ないとか言ってね。フミトさんがすごかった。号泣してて声が聞こえてきたもんね。それではじゃあみんな、皆さんもそれぞれ感想をお持ちかとは思いますが、メンバー一人ずつ感想あると思うので、一人ずつ簡単に感想を言っていってもらいたいと思います。デラの秋奈美愛です。と最初のシーンからもうなんかすごくなんかやっぱ映画館だと迫力が違うなって思ったのと、あと最後フミトがまさかあんな風になるとは思わなかったのですごく感動しました。以上です。デラの綾瀬玲奈です。と私は最初この映画を見た時に、わーって思う、わーこれはちょっとなんか直視できないなって思ったんですけど、もうその思いでずっと来てたのに、最後の最後でフミトがもうめっちゃかっこよくて、もう超感動しちゃってお泣きしちゃいました。もうあれですね、感動しすぎてまた泣けてきちゃったりなっちゃう。そう、もうやっ感動したもんね。めっちゃかっこよかった。もうこれはぜひもう一回見たいと思いました。なのでもうちょっと妹連れてでももう一回映画館に見に行きたいと。ぜひね、2回見ないとね、3回見ないとね、もう5回ぐらい見ないとね、これは5回ぐらい見ないとね、ダメだよね。もうやばいね、ほんとかっこいい、うん、ね。実はね、また大泣きしてるのがこっちにもいるんだよね。もうみんな思い出して泣いちゃって。じゃあさやちむもね。ゆみさやかです。3D で見てるわけじゃないのに、もう今にも映像の中から出てきそうな感じで、すごいよね。車がすごいよね。このド迫力は映画館に来ないと絶対わからないよね。うん、今最近暑いし、これをド迫力をこの大きいスクリーンで見たら絶対暑さも吹っ飛ぶから、全国の皆さんにぜひ見てほしい映画ですよね。ね、じゃあ勝った。はい、デラの片岡和沙です。最初は自分は怖いのがすごく苦手で、見るのがちょっと怖いのがちょっとあれかなって思ったんですけど、やっぱり何だろう、どうだった？もうなんか最後には号泣しちゃいました。感動しちゃったもんね。カッサも号泣したもんね。ぜひ友達を連れてでもいいので 2,3 回ぜひ見に来てほしいなと思います。もっと見に来てください。よろしくお願いします。はい、来週行きます。デラの松下小夏です。この映画は最初はもう本当に血がいっぱい出たりするから、もう見るのがとても苦しかったんですけど、なんか話を聞いていくうちにすごく設定が深くて
知れば知るほどすごく面白いストーリーだと思ったのでまた来たいと思います。皆さんもまた見に来てください。よろしくお願いします。こちらの川井梨香です。最初 の、 あの血が飛び出るシーンがあるんですけど、そこでカウサちゃんはなんか大泣きしてるのにずっとなんか画面見てるのでお世話が大変でした。次はお世話をしなくてもいい人と来たいと思います。ありがとうございます。森本千恵美です。映画を見てなんかちょっとすごいに思い出しました。でブラジル人に、ブラジル人にブロードシーを見せたいと思います。ありがとうございます。世界的にね。というわけでやっぱりこれもすごいいい映画なので、やっぱ2回見たらまた今日見たとは違う見方とか楽しみ方があると思うので、ぜひ私もプライベートでまた2回目ぜひ見たいと思うので、皆さんもよかったらまた映画館に足を運んでください。